アーカンソーレーザーバックスは NCWA のディビジョン I のサウスイースタンカンファレンス西部地区に所属しているアーカンソー大学の男子スポーツチームの愛称である。女子チームの愛称はレーディーバックスである。現在アーカンソー大学には合計19のスポーツチームが存在している。レーザーバックスタジアムアーカンソーレーザーバックスのフットボールチームは NCWA d ィ v i s i o n IA のサウスイースタン、カンハレンスに所属している。2007年まで10年にわたり式を取っていた、ヒューストンナッツが2008年から式を取る。アーカンソー大学フットボールチームは2つの本拠地を併用している。主要のスタジアムは校内にあるドナルド W レーノルズ、レイザーバックスタジアムで、もう一つがアーカンソー州リトルロックにある。 ウォーメモリアルスタジアムである。ウォーメモリアルスタジアムでは年間2試合を行うことが契約で定めてられている。レーザーバックスは1964年に全勝でシーズンを終え投票により全米チャンピオンに輝いた。アーカンソーレーザーバックスのバスケットボールチームは NCWA ディビジョン I に所属している。2007から2008シーズンからジョン・ペルフリーが指揮を取っている。 アーカンソー大学バスケットボールチームは1990年代に当時のコーチであるノーラン・リチャードソンの元黄金期を築き上げ、1994年には全米チャンピオンに輝いたが翌年には決勝で惜しくも UCLA に敗れ連覇の異業はならなかった。本拠地であるバッド・ウォルトン・アレーナは19200人収容可能で、 大学キャンパス内のバスケットボール施設としては全米で5番目に大きい施設である。アーカンソーの野球チームはダイヤモンドホックスと呼ばれている。2004年と2009年にはカレッジワールドシリーズに出場しており、2009年には全米3位になっている。過去37人のメジャーリーガーを輩出しており、ニューヨークヤンキースのエリック・ヒンスキー、フィラデルフィア・フィリーズのクリフリーなどがいる。 アーカンソー大学の陸上部は、ジョン・マグダネルのもと、室外、室内陸上、クロスカントリーを含めこれまで40回以上も、全米チャンピオンに輝いた競合である。近年では2007年世界陸上で3冠を達成した、タイソンゲーをはじめ、世界で活躍する選手を送り出している。ありがとうございます。